開かれた民主党は韓国の政党である。一部のマスメディアでは、ヨルリン民主党とも表記される。2020年3月8日結成。各種疑惑の追及によって法務部長官を辞任した、総国の支持を明言する政党である。開かれた民主党は、第21大総選挙を目前とした2020年2月28日に、ムンジェイン政権の与党であるともに、 民主党を離党した人々によって決闘された。決闘の際に中心的な役割を果たした帝王取柱は記者会見で比例代表に特化した政党を作ることが決闘の目的であるとし、ロブゲン、近代中、ムンジェイン大統領の精神を継承するため、地域での競争を促す小選挙区で候補者を擁立しないとした。また、かつて所属していたともに民主党は、 中道化、保守化により本来の姿で亡くなったとしてその衛生政党であることを否定し、共に民主党とは民主的価値観と鮮明性のある政策競争を行い有権者の選択を受けるとしている。同時に総統準備委員長に就任した離婚職は未来統合党による未来韓国党の設立行為を 国会におけるクーデターといえる暴挙であると非難し、未来統合党を中心とした小賢しい政党が総選挙を通じて国会第一党になることを見過ごせないと主張した。2020年3月6日、帝王取り柱は総選挙の公認候補者を選出する方法として直接推薦を通じて国民が候補者の選出に参加できる方式を容認した。それを受け、 不動産疑惑で共に民主党を離党した無所属国会議員である孫恵園が入党し、開かれた民主党は国会に議席を有する政党となった。そして2020年3月8日、中央党総統大会が開催され、開かれた民主党は正式な政党となった。開かれた民主党は3月22日に記者会見を開き、総国が法務部長官へ就任した際に、 各種疑惑を追求した韓国の検察とマスコミを糾断した。これに対し政権与党の共に民主党は困惑を示したほか法務部長官時代の総国を擁護していた核心経新聞のハンギョレも開かれた民主党を批判する記事を出した。ハンギョレは記事の中で総国文在寅主語を辞任する開かれた民主党とかつて 僕クネ手号を掲げた親僕連帯との間に類似性がある点を指摘した上で開かれた民主党の行動は特定人物のファンダムに頼って政治的復権と立身を成就するという私益追求行為であり選挙を偽が化し政党政治の根本を揺るがすものであると主張している2020年4月15日予定通りに第21大総選挙が実施され 開かれた民主党は国民の党と同じく3議席を獲得し国会第6党となった。ありがとうございます。